ようこそ東館へ。荷物届いてますよ。ありがとう。君の部屋は2階の22号室、僕らの部屋の隣だよ。さあどうぞ。掃除してくれたの？僕は荷物を運んだだけ。掃除したのは姫宮だよ。ありがとう、アンシー。どうもどうも。キュウ。え？キュウキュウ。何この声。他に誰もいないのに、空耳かな。やっぱりちょっと疲れてるのね、私。キュ。やっぱり聞こえる。アテナ、この部屋、何かいるよ。ああ、そうか。チュチュも手伝ったんだよね。ごめんごめん。紹介するよ。この東館の3人目の住人で僕らの友達。チュチュだよ。チュ？じゃあ、3人目って…そう、彼だよ。チュ、チュ。猿…なんだろうな、これは。はじめまして、私…今日から一緒に暮らすことになるけど、よろしくね、チュチュ。チュ、チュ。よかったな、チュチュ、新しい友達ができて。チュー。ねえ、僕たちの部屋でお茶でも飲まない？姫宮が用意してくれてるんだ。そろそろお茶もできてる頃ですわ、ウテナ様。いいの？それじゃあお邪魔しちゃおうかな。そういえば生徒会からこんなものを預かってるんですけど。なにこれ、メッセージカード、招待状？まさかラブレターじゃないよね。これがウテナ様、こっちがあなたのです。アンシーのはありますよ、ここに。なになに、仮面舞踏会？はい、今晩6時から生徒会主催で行われるそうです。転校生の方もぜひにって。仮面舞踏会、前の学校じゃフォークダンスがせいぜいだったけど、なんか知れば知るほど別世界って感じだって。どうする？でも舞踏会に行くドレスなんて。私大丈夫ですよ、私のを貸してあげますから。え、本当にいいの？はい。キュー。よーし、そうと決まったら早速出かけよう。初めて。
これが生徒会が主催してるもんだなんて。うわ、あのシャンデリアすっごく高そう。テーブルに並んでる料理も見たことないものばっかりだし。いらっしゃい、姫宮さん、天井先輩。ドキ、かわいい男の子。なんて綺麗な目をしてるのかしら。まるで水晶でできてるみたい。やあ、ミッキー。お招きありがとう。うわあ、姫宮さんのドレス素敵ですね。まるでバラの花が咲いたみたいですよ。どうもどうも。よく仮面をつけてるのに姫宮だって分かったね。それもやっぱり愛の力ってやつ。からかわないでくださいよ。だいたい舞踏会にそんな姿で来るのは天井先輩くらいですよ。ああいうヒラヒラしたのって好きじゃないんだ。それよりミッキーはどうして仮面つけてないの？僕ら生徒会メンバーはホストですから。お客さんと混じっては困るでしょ。ところでそちらの方は？ああ、紹介するよ。今日転校してきたばかりの。あ、です。はじめまして、僕はカオルミキ、中等部の1年です。ミッキーはね、フェンシングもピアノの腕も全国級で、大学のカリキュラムも受けてる秀才なんだよ。へえ、年下か。何を話したらいいんだろう。よし、まずは軽いギャグで場を和ませよう。君ミッキー。え？ミキミキミッキー、君ミッキー。下から読んでも君はミキ。いやー、最近みっきり暖かくなりましたな。じゃあ楽しんでいってください。僕は料理の手配や音楽の指示なんか出さなくちゃいけないので。やっぱり来るんじゃなかったな。大体舞踏会なんて柄じゃないんだよ。だったらどうして来たの？断ったら失礼かなと思ったし、それに。それに？なんでもないよ。一人では行きづらいだろうと思ったんですよね。え？じゃあ、私に付き合ってくれたってこと？せっかくだから料理くらいつまもうよ。ほら、姫宮も。ウテナって優しいな。やあ、よく来てくれたね。すっごい美形。ミキ君と同じ服を着てるところを見ると、この人も生徒会の人なんだろうな。それにしてもウテナといい、この人といい、大鳥学園ってなんでこう美形ばっかなんだろう。なんだあんたか。なんだとはご挨拶だな。君のナイトがダンスを誘いに来たのに。勝手に言ってろ。やれやれ。で、そちらは？ああ、彼女は紹介できないよ。プレイボーイのあんたなんかに紹介したらどうなるか知れたもんじゃないからね。
おいおい、舞踏会に招待したのは俺だぜ。それはないんじゃないか。それとも焼いてるのかな。誰が。俺は桐生トウガ、この学園の生徒会長をしている。何か困ったことがあったらぜひ相談してほしいな。特に君みたいに可愛い子は大歓迎だから。可愛いだなんて、やっぱプレイボーイって話は本当なのかな。お世辞がお上手ね。でもお砂糖と甘い言葉には気をつけることにしてるの。どちらも女性の大敵だから。おやおや、振られてしまったか。天井君、君がプレイボーイだなんて紹介するからだぞ。本当のことじゃないか。それじゃ天井君、俺と踊らないか。彼女の代わりってわけじゃない、俺は君と踊りたくて君を呼んだんだから。ふん、誰が。さあ二人とも向こうで腹ごしらえでもしよう。僕お腹空いちゃったよ。どうしよう、ウテナたちとはぐれちゃった。二人ともどこに行ったのかな。仮面を外してれば向こうで気づいてくれるかとも思ったんだけど。この声は。どうした、これが欲しいのか猿。ほーらほーら、欲しかったらもっと手を伸ばせ。あいつ朝の男だ。チュチュがいじめられてる。どうしよう。正々堂々と真正面から止めるのが正しい姿よね。仮面を外して、よし。ちょっとやめなさいよ。ん？その声は。弱い者いじめして何が楽しいの。またお前か。猿といい、お前といい、どうしてこうお邪魔虫が。お邪魔虫じゃないわ、っていう名前があるんだから。この生徒会副会長にして剣道部部長、学園のヒーローでもある西園寺恭一に対して何という無礼な態度か。はあ、やはり女はつつましやかでなければならん。そう、例えばアンシーのように。アンシー嫌がってたみたいだけど。これだから素人は困る。あれはつつましき女性の恥じらいというものだ。そうかな。あれ、倒れてこない。確かにこっちに倒れてきたのに。で、食材を受け止めてくれてる。この手、まさか。あの、ありがとう。大したことではない。あ、左手やけどしてるじゃないですか。早く冷やさないと。大したことないと言ってるだろう。それよりあの猿、もっと厳しくしつけることだな。あったな。あの二人結構目立つと思ったんだけど、全然見当たらないな。いた、アンシーだ。でもどこに行くんだろう。
ともかく、ようやく見つけたんだし、追いかけなきゃ。ねえ、君、向こうで少し話さない？え？この人たち、何？バルコニーはとても風が気持ちいいよ。仮面はどうしたの？なくしちゃったの？何これ、もしかしてナンパ？そりゃ舞踏会は紳士淑女の社交場だけどさ。アンシーを見失っちゃうよ。すみません、通してください。そんなこと言わないでさ、行こうよ。ねえ、もうしつこいな。散れ。すごい縦ロール、しかも似合ってるのがすごい。プロポーションもいいし、凛々しいし、なんだか昔の貴族がそのまま抜け出してきたみたい。ちょっときつそうな感じだけど、この人も生徒会メンバーなんだろうな。おい、まずいよ。アリス川ジュリだよ。行こうぜ。ようやく解放されたわね。でもアンシーは見失っちゃった。ありがとうございました。私と言います。では東館に入居した？はい。でもどうして？君は有名人だからな、生徒会メンバーの中。どういうことですか？そのうちわかるさ。どうしよう、なんか話さなくちゃ。話題。アリス川先輩ってとても強くてかっこいいですね。私も先輩みたいになれたらな。私は強くなどない。いつだって私は強くなりたいと思っている。だが先輩、なんだか寂しそう。胸のところで握りしめてるの、ペンダント？ううん、ロケットかな。よかったら今度フェンシング部に見学に来るといい。肉体的な強さは自信につながることもある。ありがとうございます。アリス川ジュリさんか、同じ女として憧れちゃうな。強くて美人でかっこよくて、でも胸元のロケットはちょっと気になったかな。恋人の写真でも入ってるのかな。お嬢さん、踊っていただけますか？あれ？この人、フェンシング場で会った人かな？さあ。ねえ君、バラの花嫁って知ってるかい？え？手に入れると世界を革命する力が手に入るって。どうしてそれを？この指輪、あなた生徒会の人？デュエリストがみんな生徒会メンバーとは限らないさ。
現在の勝者、天井ウテナもそうだ。あ、だが、彼女がバラの花嫁とエンゲージしていられるのも、あと少しだ。どういう意味？まさか。天井ウテナは、もうすぐ決闘する。そして、負ける。この人の瞳、なんだか怖い。どうして？お前は消える。え？大丈夫だった？ええ、ありがとう。それにしても、生徒会主催の舞踏会を妨害するとは、大した度胸じゃないか。監視してる場合じゃありませんよ、ジュリさん。これは、僕ら生徒会に対する明確な犯行です。そうせくなよ、ミッキー。まだそうと決まったわけじゃない。おい、転校生、お前の背中についているのは何だ？え？ガラスが割れる音は、グラスが用意されていたテーブルを慌てた生徒が倒した時のものです。倒した生徒の方を調べましたが、特に問題ありません。単純な事故のようです。それから配電盤の方ですが、こちらはブレーカーが落とされていました。配電室には鍵がかかっていたはずだが。鍵を壊したり細工したような跡はありません。おそらく合鍵を使ったのだと思われます。そんなことより、問題はこいつの背中のメッセージカードだ。おい、転校生、背中にカードをつけられたのに気づかなかったのか？私は一体いつつけられたんだろう。照明が消えるよりずっと前だったら誰か気づくだろうし。じゃあ照明が消える寸前？そういえばあの人、あのさ、どうでもいいけど、なんだってこんな寒いところで話し合わなくちゃいけないのさ。ちゅっ、女子が腰に手を当てて威張るな。猿も天井の真似をするな。僕の勝手だろ。ちゅっ、すいません天井先輩。一応生徒会の話し合いなので、生徒会室を使わないと。そんな校則があるんだ。それじゃあしょうがないな。いや、雰囲気が出ないだけだ。なんだって？とにかく、決闘ゲームに我々の知らない未知の参加者が現れたことは確かだ。しかもその参加者は我々に対して好意的とは言い難い存在のようだ。各自十分に気をつけるよ。天井ウテナ君、君もだぞ。え？僕も？
バラの花嫁とエンゲージしている君が標的になる可能性は十分ある。めんどくさいなあ。だいたいなんで25日なのさ。いつもみたいにすぐ決闘してくれればいいのに。確かに不可解ですね。どうして3日後の25日を指定したんでしょう。3日あれば天井ウテナに勝てるとでも言うのかな。おい、どうなんだ転校生。私は何も。よせよ西園寺、彼女は関係ない。転校してきたその日にこの事件だ。偶然にしてはできすぎてる。背中のカードにしても自分で貼ったとすれば説明がつく。決闘を3日後に設定したのもそれだけあればお前の弱点を探り出せると思ってのことに違いないぞ。そんな、疑われてる。私、疑われてるの？私だって被害者なのに。いや、そんな冷ややかな目で見ないで。でも、転校したての私が何を言っても説得力ないし、こうなったら自分で犯人を捕まえるしかないわ。いいわ、私が犯人を捕まえるわ。君がね。犯人を。西園寺先輩、それなら文句ないでしょ。ああ。この状況じゃ疑われても仕方ないけど、私はやってない。俺は信じるよ、君のその言葉を。誰が犯人かは25日になればわかることだ。確かに今回の事件についてはあまりにも情報が少なすぎます。各自が最善と思う行動を取るしかないでしょう。よかった、とりあえず犯人って決めつけられなくて済んだわ。でも勢いに任せて真犯人なんて言っちゃったけど大丈夫かな。そうそう、大変なことになっちゃったな。はあ、まあいいや、こんな時は早く寝ちゃうに限るよ。で、あれ、ベッドがないや、どうしよう。な、もう寝た？いや、まだだけど。実は布団がないので、その。ああいいよ、こっちで一緒に寝ようよ。ありがとう、ウテナ。転校早々今日は大変だったね。でも、転校早々ってわけじゃないけど、僕も大変だったんだ。いきなり決闘する羽目になって、バラの花嫁だとか、デュオスの剣だとか。ああ、昼間言ってた決闘ゲームのことね。そう。学園裏の森に決闘広場ってのがあってさ、そこで決闘するんだ。何回かやってるからそろそろ慣れたけど。大丈夫、僕は君がデュエリストじゃないって信じてるよ。ウテナ、君は全然デュエリストらしくない。僕は君を信じるよ。
ありがとう、ウテナ。